はい、第30回紅白戦始めたいと思います。おい、噛んじゃったよ2回目だから噛んじゃったあ食さんのマイクやばいね、はい、ちょっと調子悪いですね。まあいいや、とりあえずはい、スタートは、はいはい、ワンピーが、風邪薬とバイアグラを間違えてしまい、バネッサに手こきで直してもらったら3キロ痩せました。3投げさあ 2PA さん、さあスタートボタンを押してください。名前に差がありすぎる片や一文字なのにね。まあ、なんかやっとなんか10回20回30回やっと30回だと思ったんだけど、なかなかその30回始まんなかった。そうですね、ちょっとやっぱりはいちょっと地震の影響でなかなか始められなかったですね。なんかモニターの前で枠手がしながら待ってた人たちにはなんか申し訳なかったんじゃないですか。そうですね、ちょっと告知がなんかあんまりできなくてちょっと申し訳なかったですね。さあ、俺がいいんだ。はい、さあ、A さんが投げられてる。いきなりカウリンがきついな。さあ、先鋒戦のセンスはバネッサさんのひなこ。真剣勝負ってすごい。食さん、離れた方がいいのかな、うちら。ちょっとそうですね、ちょっとできるだけ離れましょう。俺が、あそこからいけないんじゃない。あ、確かに、これで大丈夫かな。さあ、先鋒の負けを取り戻せるか、 A さんのケダッシュ。マイビーシャダー、汚い。はい、そう、近づかせさせない。射程外からの攻撃とは卑怯な手を使うが、投げられて、さあ、ぶっ飛ばかぶってなんとか逃げるが、また危ない。四股踏んで体力が気づいたら五分。 A さん、かなりビビっている動きだが、勝手に死んでくれて A さん的には美味しいか。お家に帰んな。さあ、そしたら前、他になんかデサマ解説やろうよ。やんない、絶対やんないの。どんだけ鉄板なの。さあ、試合はあんまり動いてないな。先方の負けを取り戻した A さんだが、ここでそう、しっかりカッパン入れて、うわー、これは痛恨のミス。これは響くんじゃないですか。ちょっとゲージ溜まってないし、あんまり。そうですね、これ結構意外に蹴らしやりづらくないですか。あ、まあまあ、それは最初のうちは多分、おそらくは。そっか、なんか10万試合の投進が上手すぎて投進の上にまだ、あ、間に合わない。発生の早いゲインハリケーン間に合わない。さあ、しっかり闘神と違ってしっかり勝利を起こして、闘神が結構これきつそうにしてるんですよね、この対戦。落ちてないから闘神は勝利権で。ああ、確かに俺は落ちますけど、いや、あんまりリターンがないよね。頑張ってる割には。さあ、なんか入ってきてスパキャン入れて、体力気づいたら逆転してるが、それを離してネイムレスに4ゲージあるぞ。これ、ここでベニマルを倒せばまだわからない。勝利権落として A さんの立ち回りがうまい。さあ、5ゲージ止まったんじゃないのか。これは A さんが大将を引っ張り出す。さあ、かすみちゃん対奇跡の東堂対ネイムレス、5ゲージのネイムレス出てきた。どうすんのこれ、やばくないですか。何が起きてもおかしくないよ。確かに、まだわかんない。お、勝った、さすがに勝ったでしょ。さあ、安定でぶっ飛ば入れて、勝ったのはバネッサさんのかすみ。さあ、2P 側はタレント豊富な 2P 側、次は誰が出るんだ。 2P 側は誰も出ない。どうすんの。我こそはといないの。いや、キャプさん出んのやめようよ。チャピさんってどっち。チャピさんはどっち。チャピさん 2P 2P です。
あ、座っちゃった。じゃあ2ピン出てくるは俊也さん。俊也さんが2ピンに座りました。はい、キャプさん、キャプさんなんか実況やってくれって言ってる。あのボタン直 し珍しくなんか仕事するって言ってるから、プロが。プロが仕事、プロがなんか珍しく天気をやるとか言ってるから、なんかで、キャプさんにじゃあ実況変わります。はいはい、変わりました。今日はなんか画面小さいですね。クーラー対ひなこ。キャプさんこれさ、最近ゴムっていきました。え、キャプさん100ずるくらいに負けてない？いや、うち割と頑張ってます。最近ひなこ練習してる。そうだね。あーっと逃げ D にカウンターで当たり、端から逃がしてしまう。レシピが悪かった。キャプさん的にはどうなのこれ、どう？いい勝負じゃないんだ。いい勝負なんだ。なかなか。マジで一番だったら。キャプさん最近なんか練習してるからね。なんかキャプさんと三ツ星さんが、まあこのゲームにおける俺のモチベーションなんですけど、唯一のいることが。小津さんとか諦めちゃったから、しょうがないですね。投資はさあ、これ無理でしょ。ちょっと安易だったが、ドスコイにでかいジャンプが入る。いや、今の試合はほぼ五分でした。まあ確かにね。はい、2番ケツマル。さあ状況が、そうなクーラーをすぐ倒す。後天に壊し2回が刺さる。壊しが長い。そしてなかなかの威力。さあ2番が普通にできました。これきつくないですか。メニュアル対強、2番ならいい勝負じゃないですか。いい勝負だよね。火力はちょっと強の方が上か。差しやすさはメニュアル、ただ差し割りが全然違うよ、やっぱり。実はアッパー対強とかなかなか使えるんですけど。さあ今何が見えた、今オロチなきゃいけない。すごいところに荒木が入ったが、めくりの位置が悪く落とせない。やっぱきつくないですかこれ。カラキャンの荒髪がでかくなり、ジャンプ D が当たってしまう。ベニマル戦はもう往年のベニマルに対する慣れでしかないんで。さあ対象オネクリス、これどうすか。これは結構苦しい。結構苦しいよね、はい、最近俺もオーテクス使ってますけど。ベニマル側がそんなに考えてなくても、往年の行動だけで結構苦しい。なんか殴り合いされたら結構きついんですよね、クリス側は。苦しい、間違いない。さあ様子を見てかぶせるベニマル。コワシコシ大事件、ガーキャンセッテル抜けワンコンボして、逃げジャンプ D にベニマルが当たってしまう。中断にはならないんですが、煽り行動に当たる。空対空で相打ちして、結構体力を残して対象戦まで来れた。さあお互いに一発がある。この対戦五分じゃないですか。この対戦五分ですかね。五分じゃない。カスミかなりやりやすいんだけど。あんまり使えないからわかんないんですけど、カスミかなりやりやすいんですけど。クリスはちょっとまあちょっとパワー差が苦しいところはありますが、まあ、なんか技だけの相性ならそこまで。そう、技相性がかなりいいですよね、ダイサマーとかジャンプ B とかダイヤシとか。ジャンプ CD がちょっと辛いところか、対空が遅いため。そう、下からだが相地、体力差は少々かすみ。さあ先行にガーキャン、体力が危なくなってきた。あっと、お互い追い詰められている。今すぐミスじゃないの。さあ何をする、これ何をする。スライディングからやるのか。おっと、引き付けが足りないが、そっからパナシからのバイビーで勝利。さあ泥試合だが勝利をもぎ取った 2P。 名前は、あ、俊也さん。 2P が俊也さん。 2P 俊也で 1P 側はどうします。次は取ったどうって出てる人は、あ、ウラロバさんが初参加。ウラロバさん、ウラロバ、ウラが漢字でロバがひらがなです。ウラロバさん、さあなんかすでにも書き込みしていただいて、初参加するぞみたいな東京生に書き込みが今日ありました。これはちょっと期待の新鋭というところですか、バーサス。まあなんか前回から期待期待みたいな書き込みがあって、でまあ今日来るぞみたいな感じですね今日。さあキャラクターはリン、ウラロバ、パオ。対して俊也側は1番クーラーと、あ、カーラの夫人か。さあ、え、行っていい行っていい行っていい。さあ、なんか今浦野さんがこのバーサスに来れたのって、どうやら孫一さんが
無名で書き込んだかららしいですよ。おお、なんかこれは釣り際があったということが。バーサスの開始時間、終了時間とか、どういう大会進行なのかとか、東京戦に事細かに。東京戦はなんか見ましたね。あれ、孫さんが書いてくれたらしくて、なんか導き手があった。俺が食さんの代わりに仕事したよとか、今、心しげに。やばい。食さん働かないからな、いつも。人任せ、プロ。ほんと厳しいよ、あの人。あー、バラキに親しい波動が入ったが。追求失敗、ちょっとゲージが溜まってしまい、もうリンは苦しいか。中断。前線からまた中断だが逃げられる。さらに空対空勝って中断。リンがなんとか勝利をもぎ取る。リン側はクーラーそんな嫌でもないと言っていますが、実際リンは本物で使ってきたスパイルで開幕で大霞にジャンプ D 禁止がちょうど終わり際に入ってしまう。さあまた普通に2番手2番手ゲージもほぼ5分。ウラロバさん代名詞ウラロバ？ウラロバです。名前のとこは分かってます。ノーマルカラーだと見分けがつかないのが困りもんです。今回モニターがちっちゃいからちょっと見づらいんですけど、それもある。確かに画面を見てやりたいところだけど場所がちょっと良くない。さあジャンプの上りに荒髪が当たる。バスキラーが登場した。ジャンプの上りはでかいので引っかかりやすい。バスキラーさん参加費用俺が立て替えたんで。助っ人のバスキラー登場。200円です。書いてある、もう書いてある、書いてある。ゲージを使い、さあしゃがんで待って、大サマーで正面から落とす。これが高ダメージでフィニッシュになり、2番3番へ体力も回復し、キープさん、これきついんですけど。これきついですね。相当終わってない？これさ、表タクマとこれ終わってんだけど、表タクマと裏バー終わってない？表キリスは。お、食さん、あ、動いた動いた。一瞬モニターがフリーズしました。今なんか 2,3 時フレー止まったんだけど。なんで時が少し止まりました。時が、なんか時が飛んだ。 今確かに時が飛んだぞ。ディアボロがなんか今キングクリムゾンしたんですけど。血を垂らさないと対策できません。大丈夫ですか？動画になったら大丈夫だぞ。はい。さあ大将パオ対クイス。さあ足払いで体育をどうぞするが、パオのジャンプ CD が下まで強い。食さん、これさ、これなんか殴り合いしたらきついんだけど。きついです。これなんかパオが割り切って極都拳としゃがみシートからやってるだけで。そう、パオきついですけど。さあ3ゲージの変身コンボ来た。これキーさん、はいはいはい、まだ来てるよ。はい、シーマーエースバキャンまで入り、中段でフィニッシュ。残した5ゲージをうまく使えた俊也の勝利。ゲームオーバー。さあワンピーが次出てくるはモレカッコモレカッコとじカッコモレカッコモレカッコとじモレでモレシストさん。そうそれさん、そうそう、実況しないの。いや、デサはさ、絶対実況しないよね。なんだろう、あの人、やばくない？さて、老害、老害というか、まあ、すでに全然やっていないという HP 側の、おや、キャラクターが、ジョジョさんのキャラがまたシャンフェイ。あ、シャンフェイ3番ですよ、今回。名前がバレてしまった。さあ、モレ、この前は、なんか先方のシャンフェイだったんですけど、今回はモレ、モレ坂崎、と、チョアッパー発生早い、厳しく落とす。1番が今日来た。覇者実況しますね。さあ、ダッシュ前線から奈落禁止になる。スラッシュスラッシュ。覇者何でにっこりしてんの。モレさんを笑いに来たのか。覇者近くで見て。モレさんプゲランしに来た。覇者98回でここをカッコ笑いみたいな。フグリ下 B 遠泳から。さあ選択はいい。そう、ビンタに弱鬼が入る。バラして流れが変わる。ちょっとスラッシュがめんどくさい。スラッシュ、スラッシュ強え。汚い今日の攻撃が下に長く強いのがないので。さすがユリ、天才キャラだ。ジョーなんかより全然強いスラッシュだよ、これ。スラッシュやばいな、天才キャラ。最近のスラッシュとは弱さやばい。やばい。そう、流撃拳大スラッシュ。ってことはやらないで、ここで。そう、ソーリアが止められてしまう。もう大スラッシュが入り、おっと、くぐって火曜拳した。火曜拳注入。これはおそらくスラッシュのミスでしょうが、当たってしまいました。てか今暴れもすごいんだけど、今最後もう展開が早くて。さあ今度は裏ロバを投入してきた。活躍できるか。2番 3K 開幕ダッシュ NC 力強い。確かに NC。
キュア勢のここの、ここの技ワンボタンで勝負をかける。ここボタンの押し方うまい。ほらさあちょっと立ち回りは任せておけよと。気まずくなったらすぐやね、老害飯。おっと中断にならないジャンプ D に総量が当たる。迎撃拳 NC にガーキャンして始め持ってくる。さあ NC NC ジャンプ CD で上にいるロバートを落とす。厳しい。あのジャンプ CD 結構卑怯ですね。裏ロバー食らんででかいので上にいても全然引っかかります。他のキャラでも当たるぐらいですけど。さあ3番手のここで苦しさに2番手の 3K、 これは疲れさせられる。うわ飛び回ってる 3K。 あまた時が飛ぶぞこれ。時が止まってる。さあさあまたメインモニターでキングクリムゾンが起きました。今確かに時が飛んだぞ。気づいたらトンボを食らっている。時が飛んだ先ではもうコンボが入っていた。3ゲージを使いなんとか 3K をフィニッシュ。体力は十分だがゲージが苦しいか。俊也さんキングクリムゾン使うんですね。汚いですね。時がすっ飛んでる。その時間なかったことになりますからね。実況的には当たっているという結果だけが残る。おっと遠いのに当て身が出てしまった。超当て身だが遠すぎてクリス側もちょっと反応できない。さあかすみちゃんの攻めが、おっとジャンプで禁止からお子様コンボスパキャンまで素晴らしいダメージ。モレさん力強いんだけど、ダメージ調整が足らない。力強すぎんだけど。すごいパワーだ。おっと横から、あーさすがにバー A からステップを出した。逃げジャンプ D で迎撃して力強いモレさんのフィニッシュ。ゲームオーバー。あ、向こう側、はい、次あ、すいません名前なんすか。名前オーダーセレクト。ユッキンさん、ひらがなでユッキンさん。ユッキン、ラウンド初参加だとは思いますよ。はい、はい、さあ、時が止まらない。直接モニターを見てやります。確かにクーラ対ユリ。ダッシュ新投げ、さあダッシュが結構速いクーラー。そして横の制圧力が高いので新投げは強い。逃げ D 中断にはならず早らしに失敗。壊しからブレス。さあジャンプ D が入りスライディングまで。これはユリ側やはり苦しいカード。あとバーキャン好転、状況はあまり良くならない。好転しない。新投げ、さあとは言っても画面端のユリは強い。フラッシュの空振り投げるが抜けられる。ジャンプ D にガーキャンして端をキープ。さあ C 投げが入り、モレさんどうする、ユッキーさんどうする。おお強気だ。激しい激しいな。確かに今強気だったわ。切れちまったよ。なんか確かに時間ギリギリだから、ユッキーさんの立ち回りが結構丁寧だったのに、なんか激しいワンプレーでこいつ何頑張ってんだよ、それはバカに。さあ、初参加のユッキーさん。さあ、マッチポイントにしっかりダイスラッシュが来て、ガードから反撃。お家に帰んな。さあ、隣の98の台では、バター対覇者の98のガチが始まっている。固まってますね、いいカードで。さあ、紅白戦では、初参加のユッキーさんが。1の 3K 対 K ラッシュ。立ち入りへ簡単に食らっているが、画面端に押し出したユッキーさん。ジャンプ CD でシュートを超える。 3K のジャンプはなかなかちょっと遅いですが、クライテが小さくいいジャンプで技のせいっていうのもありそうですが。確かに。いやいや、あーコンサートが終わったばっかり。クラッシュ側としては NC を潰すのは近くまで行って壊しになるんですが、 CD と呼び合いになるのでちょっと面倒なんですね。で、キング側はなんか CD カラキャンベノムとかあるじゃないですか。だからそれ対策で K ダッシュがダイヤシカラキャン毎回弱者ら仕込むといいですよ。おっとこれ見逃しに NC を振る。さあネームレスの状態がそこまでよろしくない。ゲージがあまり溜まっていない。さあ 3K が8圧力をかける。端からで、そして強調流を放す。当たったが広いところに逃げてしまった。さあモレさん横の引きだけ勝った。 NC スライディングの出だしが止められる。
ここ勝てばまだ何かある。チキさん苦しい。あー前への最終段あたりが当たり、なんとか対象対象へ。ゲージさんも苦しいが、対象戦何かがまだ起こるか。さあお茶さんが登場しました。さあゲストのお茶さん、お茶さん、ゴーさん、霞への体力はちょっと体力差は厳しい。来ない。投げてしまう。